こんにちは、まーです。今日は消滅都市2やっていきたいと思います。ですね、今日は、こちら、ようこそ不思議な歩く卵の世界へということで、難易度99をやったスコアがこれです。で、これから難易度105やっていきたいと思います。はい、さっきもですね、このトランスルイ君を連れてやってみたので、今回もそれで行こうかなと思います。はい。あ、で、途中命中率低下がなかなか取れなかったので、このクニト君を入れてきます。はい、してるわよ。よし。結構ね、闇のパーティーにはちょっと自信があります。早速通りそびれた。何が自信あるや。やっぱうちのねレイナちゃん強いので、やっぱ今私に足りないのはこう、まあ、スキルもなんですけども、やっぱ木がねあんまり強くないのかなと木属性は思います。よいしょ、 OK。 でも今回みたいなこういうランキングもいいですよね。あの一人一人新限定魂とかにフューチャーするランキングもいいけど、こういういつものイベント復刻イベントなんだけど、こうやってランキングとかをつけて一新してくる感じがいいなと個人的に思いました。やっぱね、あやめちゃんの物語なので、やっぱあやめちゃんはねやっぱ入れていきたいですよね。やっぱ硬いですね、105。あ、またブロックしたね。やっぱあれなのか、最近ブロック流行ってますね。敵もブロックしてくる。あと今回のランキングは痛いガキガキスフィアがあるのでね、ちょっと厄介だなと思っております。勝て、1バトル目から。あやめちゃんはどん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 使っていきたいと思います。あとはフィーバーに入るタイミングを間違えるとあたたたたってことになるのでね。あー、なったよ早速。オッケーオッケー。あれ、これでいいね。ちょっと食後なのでね、眠くならないように頑張ります。あれ、3バトル目が命中率低下だったかな、確か。そうだね。どんどん使うよ。これも使おうか。あ、アーティファクト変えてこようと思って忘れてた。使おう。レイナちゃんがたまったけど取っときたいって。ローズバンクもたまった。もうちょっとでトランスもたまるね。だからトランスってさ、溜まった瞬間私すぐ押しちゃうんだけど、使いどころも大事ですよね、きっと。今更なんですけど、このままゴリ押せるかな。いけそうだね。よし、 OK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 。 ちょっと待って、ちょっと待って。やっぱクニトを先に打った方がいいか。楽勝だな。あ、待って待って、ルイを先に打って。ルイ打って、クニと打って。
てローズバンク来たー。まあ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 、想定内想定内。どこまで行く？あー、すっげーもったいないこの残り方。あー、どうする？アーティファクト使うか。使おう。何してくんだろう。オッケー。何あー危ない。よしよしよし、雀荘溜まった。でまた何かしてこようとしてる。雀荘タワー行きたい行きたい。オッケー、雀荘レッツゴー。このね、痛いのも変えてくれるのでね、ありがたいですね。いいよ、調子いいよ。ただこいつが何してくるかが怖い。マジで怖い。あ、またブロックした。何お前ら交わえ。なんぼの攻撃なんだ。あやめちゃんが欠かせないぞ。あと4。あー、あと3。ルイ君たまりそう。あー、なんか激しい。オッケー、たまった。オッケーオッケー、行こう。さあ俺と踊ろう。踊るの、やばい、逃がさない、やめろ。この敵が斬新ですよね今回ね。やべ、毎回なんかやべえことしてくんじゃんこいつ。命中率はもう下げてこないかな。ローズバンクたまれ。あー、取りそびれた。やべやべ、いろいろやべ。いけ、フィールドスキルが終わる前に。オッケー、これいったって、マジいったいったいった。オッケー、レイナちゃんやったー、倒したよね。やったやったやった、一発クリアー、イエーイ。はい、ということで、このようなスコアになりました。グループランキング6位。ただね、始まったばかりのランキングなので、上には上がいると思うので、こっからどうスコアを上げていくかっていうところですよねきっとね。うん、やっぱりお知らせでも見たんですけど、まあ、今回ね結構たまたま余裕持って倒せたからいいんですけど、これだ、毎回のランキングで、3位以内に入ると次のリーグに、昇格と。多分グループでってことだよねきっとね。グループで3位以内って結構えぐいじゃないですか。だからこのランキングで、このランキングはたまたま余裕を持ってクリアできたので、次は多分ノーミスだったよね今のね。だから多分っていうか、次はどうやったらスコアアップを狙えるのか、タイムを縮められるのかっていうのをちょっとやってみたいな。あ、で、今回からランキング動画の最後に、こうやってランキングでもらえるガチャ券を引きたいなと思ってます。なので早速引いていきましょう。どの情報が欲しいんだ、持ってきて。はい、はーい。まあね、これがこういうのがオチですよ。あー、こっからも緑か。でこれはどの情報が欲しいんだ。あ、たまった。ミニチケ4枚集めて回せる SSS ガチャ。
え、マジで？ちょっとこれは別途の動画にします。なのでこれスコア報酬ガチャ引いていきたいと思います。契約成立だ。お、ダウンロードしてた。これ何、イースター魂出るの？うん、持ってない。お祝い執事ヒロ、はいはい、ということで、ランキング難易度105やってみました。もし何でしょう、これもっとこうやったらスコアいいと思うよとかあったら、教えていただければと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。